南恵子は富山県伊水郡出身の版画家。夫は版画家の浜口洋造。本名は浜口恵子。少女や鳥や樹木を題材とした詩的な作品で知られる。戦後日本を代表する同版画家である。1960年の南恵子と浜口洋造祖母の節子は科学者の高峰常吉の妹である。父親の南達吉は、 東京帝国大学法科大学を卒業して、南家の家督を継いだ人物である。母親の家は、日本女子大学国文化で学んだ家人である。1911年2月12日、富山県伊水郡下関村の地主の家に生まれた。母親は、南が幼い頃に亡くなったため顔も知らず、ママ母に育てられた上、12歳の時には、父親が急死した。こうして、 早くに両親を亡くしたことから、高岡市中川で親族によって育てられた。1924年に、富山県立高岡高等女学校に入学し、1928年に高岡高等女学校を卒業した。富山では一度目の結婚を行って、子供を設けた。太平洋戦争後の1945年、34歳の時には、長男と共に上京。 サタイネコの紹介で作家の坪井久氏に童話を、洋画家の森義雄に油絵を学んだ。現在、南の童話を収録した本が出版されている。1949年には、第13回自由美術展に、油彩画、が、上ョ,ジョを出品し、森義雄のアトリエで後に、夫となる版画家の浜口洋蔵と出会った。1954年に、フランス・パリに渡ると、フランスでは、 浜口と暮らした。40歳を過ぎてから同版画の世界に入り、ジョニー・フリードランデール版画研究所でアクアチントを学んだ。1955年には自由美術家協会会員に押され、1956年には風景がフランス文部省に買い上げられた。1957年にはニューヨーク近代美術館のクリスマスカードに羊飼いの少女が採用され、 1958年にはユニセフによるグリーティングカードに平和の木が採用された。このグリーティングカードは200万枚以上が発行され、2度増刷されている。1964年にはユニセフの1966年版カレンダーに子供と花束と犬が採用された。1970年に出版された谷川俊太郎の詩集、うつむく青年では、 原画による挿絵や草画を手掛けた。谷川は、道のフェティシズム南恵子さんにという詩を読んでいる。1968年には、信仰のあった、麻吹富子らが翻訳を担当した、世界文学全集46ボーボワール、デュラスで挿絵発展を手掛け、1969年に出版された、福永武彦の幼年その他でも、挿絵を手掛けている。 1961年から1981年まではパリの画廊と専属契約を交わしている。1982年には帝国ホテルの全客室に南の同伴画が飾られ、1992年に相関した帝国ホテルの情報誌、インペリアルでは1号から13号まで連続して南の作品が表紙を飾った。2011年時点でも一部の客室には、 南の作品が飾られている。1981年にはパリからアメリカ合衆国のサンフランシスコに移り、1984年には日本版画協会名誉会員に推挙された。1996年に日本に帰国。1998年には浜口洋造の作品を常設展示するミューゼ浜口洋造山瀬コレクションが開館し、 南の作品の所蔵も行っている。2000年には夫の浜口洋蔵が死去。2004年心筋梗塞により東京都内港区の病院で死去した。93歳。ありがとうございます。